はい、ドーン。さあ、バイオパート11をやっていきましょう。前回はですね、ごめんなさい。本当に申し訳ありませんでした。ただ、酔って勢い、テンションに任せて、暴れ狂っておりました。ふい、なんでやねん、なんでやねん、いきなり。あ、道開けてくれた。はしごがある。登ろう。もう次ボス戦という予感しかしないんですよ。なんでかわかるか、なんでわかるかっていうとですね、あのやつはまたくたばってない。ほら、もうこのセリフもあれですしね。それだけじゃなくてね、ダウンロードのシーンで、原作のライオンちゃん、チース、まあそれはいいとして、原作のですね、原作じゃねえや。もうわけわからなくなっちゃって。何が言いたいかっていうと、とりあえずですね、そういうことですわ。さしてください。どういうことやねん。あ、じゃなくて、ダウンロードの画面があるときに、カルロスが、うんぬんかんぬんって時に、ジルはネメシスとの孤独な戦いに挑もうとしていたって書いてたってことは、もうほら、うち誰が助けてくれ、水を持ってくれ、消火器でもいいかまね、うわーすげえ冷静になんか、虚しいことだ。落として We didn't make it. The train derailed. Everyone hurt? みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。マジかよ。なんか怪しいのが泳いできた。なんだ、ついつい潜水してみたいお年頃だったか。僕も頑張ってみたんですけどね、潜水どう頑張ってもね、50メートルしかできない。ちょっとすごいか、それって。うん。ちょっとすごいみたい。潜水50メートルって。まあ、水泳習ったことないしね。僕のね、出身の、小学校というか、その市、〇〇市っていうところでですね、なんか、水泳にすごい力を入れてる市らしくて、まあ、どうでもいい話なんですけど、授業で150メートルを何本も泳がされるって、6コースあって、それを全部泳ぎ切るまで帰れませんみたいなやつ。だからどんなに運動神経がダメな子でも、まあ、とりあえずそういうことなんすわ。おい、追いつけない。逃げる、近い、臭い。おい、大体臭いよね。大体ネメシスは臭い。おい、どうだ。バーン。おい、なんか上手。おい、よいしょ。ほい、サイドステップしちゃって無駄だす。おい、ああ、今度は出なかった。じゃあとりあえず離れて、やっぱりボス戦。よし、うまい、上手。好き、ジル好き。皆さんはどのバイオヒロインが好きですか？僕はジルとレベッカです。ジルとレベッカ、時々、アシュリーじゃない、嘘です。アシュリーじゃない、誰だっけ？シェリー。バイオ6のシェリー！マイラー、ソスイート。ちなみに今日も飲んでます。今日も飲んでるんですが、昨日の反省もあってですね、量自体は多分少ないはず。でも生中1本と、日本酒飲んでるからやばいんだよね。これ昨日って言っちゃった。前回パートで、ハイボール飲みながらやってたじゃないですか。で、お祝いがあったっていう話をしてたんですけど、まあ、なんだっけ、風地球じゃなくて、雑談になってるんですけど、何が言いたいかっていうとね、そのお祝い事の、さらに次、痛い。そのさらに次の日なんですわ。やばい。次の日なんですよね。だから何と組み合わせとした次の日でまあそのお祝い事がどうしてもちょっと当日をお祝いすることができなかったんで、まあ後日ちょっとしっかりとしたお祝い事をしましょうつことでちょっといいお店に行ってですね、もう至福の時間を過ごしたわけですわ。まあそれはまた別の動画で紹介しようかななんて思ったりして、弾がなくなっちまった。やばいな、どうしよう。美味しく美味しくいただかれてる。俺がごちそうな話したからてめえだけずるしてんじゃねえよ。くる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 、私だって食べたいぜって言って、これガンジャなってるよね。ですよね、ですよね。あ、なんか引っ込んだ。おー、痛いよベイベー。あ、ちょっと待って、これさ痛い、耳が痛いんだ。あったあったあった。これ組み合わせたらハンドガンのやつみたいに、うらきたうらきたバロ、うら尻を出せ、尻を。もうなんか走ってる、元気いいね。これあれでしょ、もう分かってんだって。俺だってずっとバイオやってきてる人間だからさ、もう大体どういうことしたらいいかってのは分かってんだよ。痛い、近い。ほれ、これだろ。痛いだろ、気持ちいいだろ。あ、頭切れちゃった。ほい、急げ。ほい。あー、めっちゃ切れてる。そして近い。あ、またパート 2？ わかりました。どこ走るんだ、なるほど。じゃあもう一回ここやろうか。なんとか動きを止めなきゃ。ほいでぐるぐる回ってるでしょ。でもう一回ドーンってくるでしょ。ほい引っ込め。もう一丁。タフですね。タッフィー、もうまだかよ。やばい、弾がもうないんだよ。弾がないです。これ、ドン。うっそー、やべえ、弾がねえだす。あ、また走ってくれる。じゃあ、先に仕掛けときます。で、そのお店に行って、まだ話し続けるんかいっていうところなんですけど、お店に行って、まあ、日本酒たっぷり飲んで、あれ嘘でしょ。やばいよ、弾がもうないよ。ちょっともう一回走って。どっかない。どっか弾な。あったたたたたたたま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 にたま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 いって。やべえ、なんだ、一発食らわしたら満足ってか。てめえなんて卑怯なやつだ。そんなやつにお仕置きべ、お仕置きだべ。さあ走れ。ウィードゥーン。さあ行きましょうか。燃えろよ。どこまで。全然燃えないじゃん。燃えてんだけど。ちょっと待って。燃えてんだけどさ。ちょっと待って、ワインスローもないんすよ。あちゃ。うっそだよ。あ、死んだ。あー、なんか面白い死に方する。ちょっと待って、ジル。ストップ。もう弾ない。どこに仕掛けた？もう弾ない。ゼロになったの確認しましたよね。そして火が消えて。あー、お亡くなりになられました。で、もうね、そんな位置にあったらもうね。これあれでしょ？またぐ瞬間にさ、ガオガオされるやつでしょ？勝手にリロードしてくれてる。ああ、もう痛いわ。ほんと、こんな弾使う。こんな、レッドハーブ、あれグリーンハーブあったよね。よし。こんな弾使うんだ。マジか。ちょっと予想外でしたね。弾ねえし。で、美味しいお店に行って、またそれはどっかのタイミングで紹介できたらいいなと思うんですけどね。そのお祝い事で、こういうお祝い事があるんですっていうことをですね、店主の人に予約でお店取った時に電話したらですね、じゃあ、こんなの用意して、させてもらいますねって、一元で行ったにもかかわらずですね、すごく丁寧に行って、対応してくれて、しかも、すごくね、嬉しかったのが、お店行くじゃないですか、お店行って、最初に挨拶しに来てくれたんですよ。今日はお祝い事なんで、これとこれとこれを用意させてもらいますねって言って、3品用意してくれたっていうね。当然その分のお代はちゃんと払いましたし、で、ちょっと待って、今なんかピクピク動いてた気がする。紐か、気のせいだよね。じゃあもうネメシスさん終わりだよね。じゃあお疲れした。また、次回のパートでお会いしましょうね。聞いてない。近い。やめて。あ、なんだ、引っかくんじゃないんかい。引っかかずに、またお食事タイムくるく。腕だけちぎれたの。さあ逃げよう逃げよう逃げよう。いけ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 。急げ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 。近い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 。最後の力を振り絞ってやってみましたみたいな。怖い子。あ？なんとも興味深い。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。今回の、あ、ジルと薬やったな、お前。MD、何も言ってないですよ、数時間後。待って待って待って、ストップ。え、腕はあったけど、死体がなかった。死体がなかったよ、今。ほら、ないじゃん。いないいない。死体がいない。うわー、もうこれまたやんじゃん。まあ、原作はまだあの携帯以外にもあるだろうけどね。まあ、あれ、どう見てもなんかさ、バイオハザードじゃなくてさ、エイリアンの方でしたよね、なんかもう。うわー、いいな、こんな、おんぶしたいな。私もね、嫁さんいるんですけど、嫁さんね、おんぶさせてくんないの。絶対嫌だって言うんだよね。いいよ。おんぶさせてよね。さあ、いよいよ病院ですね。どうしようかな。ちょっと中途半端というか、その時間まだ短いんですけど、区切りがいいと思うんで、多分まあここからまたカルロス編になると思うんですけど、この辺りで今日区切ろうかなと思いますわ。とりあえずおねんねしてくださいね。まだ。とどめをさせ、耐えるんじゃない。とどめをさせ、とどめをさせ、カルロス。ワクチン。ここにバードがいるかどうかってところですね。まあということなので、襲える？襲えない。ナイフも構えられない。ということなので、まあまあまあ、じゃあ今日は。セーブポイントもあるので、ちょっと短めですけど、まあ、たまにはこれくらいの場合もあったら、When you see this、 これを見たとき。ということなんで、まあ、それはいいや。ということで、すみません、今日も酔っ払いなので、これ以上やると皆さんに今後またルールでってことになると思うので、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、じゃあ次回はこの病院編を抜けるまで頑張ってみようととりあえずは思いますんで、また最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ということで本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。酔っ払いですけど、なんとか今日は前回パートほどひどくならずに済んだと思うんで、よかったらグッドボタンつけてください。後ろで酔っ払いがうーうー言ってる。お前も仲間かよ。ヘパリーゼ飲めヘパリーゼ。ということで本日も動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングをやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。